で今のレース、まあね、今シーズンは7位ですよね、でしたけど、またネイシーの監督が戻ってきて、その今のレースは見てますか、どうですか。僕はちょっとサッカー全く見てないですね。正直まあ、ベルディ引退した時に契約が残ってたんですけど、まだ、うん、もうちょっと本当にメンタルが落ちてたというか、まあ、うん、まあいろいろありまして、まあ、監督とのとかいろいろあったんですけど、それでもちょっとサッカー嫌いになって辞めてしまったので、そこからは ほとんど見てないですね。サッカーから離れてますもん。本当に嫌だった。もう見るのも本当にもうサッカー嫌いになっちゃったんですよね。寂しい話ですけど。寂しいですね、長い、ね、はい、ことやってて。だから ね、もう少ししたらそういう気持ちも湧いてくるのかなっていうのはちょっと。医師がケアしてくれる。確かに医師がね、ちょうどメンタリストがどうですか、こういうメンタリスト癖強いからな癖強いですかね。大変そうだな。ちょっとじゃあこれ終わった後2人で契約の話、セッション、契約の話、1時間契約、お金発生するの仕事だもん。お金はちょっと後ほど、はい、お願いします、はい、その辺でね。じゃあ、というかサッカー始めてたら、あ、癒してもらったんだ。だから メンタリスト、何ですか、メンタルコーチにね、癒してもらったんだなっていうことでいいですかね。はい、はい、大丈夫です。そんなね、そんなことがあったんです。何の話してましたっけ、ね、それも忘れちゃったね何の話してましたっけ。レイソルだ。はいはい、そう、レースの話ね、今のレースの話ね、見ますかっていう話ですよ、ね、見ますか、どうですか、メンタルコーチは。僕はもう正直ほとんど知らないので、選手が。そうですよね。武藤が出てる時か、谷君が出てる時か、うん、椎橋が出てる時に見るぐらいです。あ、はい、誰も出てなかったら見ないです。一緒にやってた選手が出てたら、はい、なんかもう親心的な感じで、うん、谷君ですけど頑張れよっていう感じで見てる感じですかね。なるほど。他の皆さんはいかがですか。結果だけは見てます、うんうんうん、はい、結果と順位とかは気にして見てますね、はい、どうですか今シーズンの順位は。順位途中1位とかなってたんで行くかなと思ったんですけど、はい、だ途中からもうこれ、ね、携帯をスライド、結果だけこの一個ゆっくり上げてましたね。あ、はい、またね、はい、来シーズン頑張りますからね、きっとね、はい。クラちゃんはどうですか。見てなさそうだ。ですね、見てなさそうでしょ。うん、YouTube でなんかゴールシーンだけあるでしょ。うん、あれだけ見てます。ああ、でも気にはしてるって。気にはしてますよ、もちろん。頑張ってるなと思って。ただ自分も本当知ってる選手がいなくなったんで、うん、とうとう最後のやつが辞めちゃったんですね。だからもうこれからも多分ハイライトぐらいだと思います。ヨハさんはもうそうですね、ダイジェストぐらいですかね、うん、Jリーグは好きなんで、うん、ダイジェスト、はい、でもやっぱりこう在籍したチームっていうのは気になりますよね。そうですね、やっぱり今どうなのかな。また監督も嬉しいですし、そうですそうです、うん、すごい頑張っていると思いますね、うん、おじいちゃんとかに、はい、ゴールシーンとかも吠えてますし、うん、未だにトワーとか情熱がすごいなと思いながら、はい、はい、でも先ほどからもちょっとずつ名前出てますけど、大谷選手がもうね引退ということで、なんかその辺思うことってこう皆さん一緒にやられてたのであると思うんですが、いかがですか。そうですね、僕はユースの時から一緒にプレーをしてきた中なので、まあね、ここまで本当にね、プレーできたっていうのは本当素晴らしいことですし、1チームでね、1つのチームでこう現役生活を終えるってなかなかできることではないので、すごい偉業だなっていうふうに、ちょっと年下なんですけど、すごい、はい、選手だなっていうふうに思いますね、うん、はい、医師もね一緒にやってるもんね、ユースの時ね、ユースからですからね、まあ、1年で谷が2年で自分が3年っていう、こうユースの、はい、チームだったんですけど、医師もねだいぶお世話になって、
谷君はずっと優しかったですからね、高校時代から、うん、ルーさんは今ではこんな丸くなってますけどこれで丸い、これで丸くなりましたか、まん丸っすよ、うん、高校時代なんて話しかけたら殺されると思ってましたから一回キャンなんか J ユースかなんかの大会で神戸行った時に洗濯物の中にルーさんのソックスが片方入ってたんですよ、僕の中にどうしようと思っていやマジでやだなと思ってルーさんの部屋に電話してすいません僕の紛れてたのでって言ったらおい行くよみたいな感じで部屋の前に来てもうちょっと手震えながら返して本当にもう何ですかもうジャックナイフでしたよね。いやいやそんなことないでしょ、優しかった、そんなことあったよ。でそうユースの時はそういう感じだったんですよ、関係性というか、うん、まあ、1年3年なので、まあ、高校でいうなんかねそういう先輩後輩みたいな結構上下関係的なものがあったんですけど、はい、プロになってからはね、そうですね、そこからはすごくなんか いい先輩だったよね、すごく、すごく優しかったよね。そういうとこじゃないの、そういうとこいや本当にそうですよ、なんで本当にプロでしたけど本当にお金なかったんで、プロ1年目2年目は本当にお金なかったんで、料金払ったら貯蓄なんてできなかったんで全部おごってもらってましたから、ご飯それは助かりますね。そうだっけ、そう全部、そうそうだ、ね、全部出してもらってましたよ、全部出してました、石川君の面倒見てたんで、はい、いい先輩に、いい先輩で、ね、本当に。でも大谷さんにもおごってもらったでしょ。谷君の話だったこれの話じゃない、谷の話。そう、谷君も、いや谷君のエピソードとしては僕ユースで1個上じゃないですか、高校1年の時ほとんど試合出てないんですよ、うん、でもなんとかしなきゃなって思った時にずっと谷君が居残り練習付き合ってくれたんですよ、半年間ぐらい。もうセンターバックなので1対1弱くて、で谷君に相談してたらじゃあ致命的だね、致命的よ致命的本当に。じゃあ谷君に相談したらじゃあ終わってからやるかって言ってくれて、何9時とか9時半ぐらいまで半年間ずっと谷君付き合ってくれて、やっぱまあそういう男なんだなっていう、はい、今でこそもうみんな皆さんはね、まあ、そうだよなと思うかもしれないですけど、うん、それが16歳17歳からすごいですね、できてるっていうのはやっぱそういう男なんですよね、大谷秀和は。靴下紛れてるだけでね、ビビる。そうですよ、先輩とは違います。本当そうですよ、殺されると思ってる先輩と先輩って言ってもね、様々ですね、いろいろ先輩いましたね、はい、いかがですかお三方は、大谷先生。そうですね、うん、谷は僕八千代高校って千葉県の高校だったんですけど、谷のこと高校生の時はちょっと知らなくて、でトップに上がった時に知って、であレイソルユースなんだってところから知ったんですけど、昔なんか襟足だけ金髪とかじゃなかった、なんか一時期、じゃあ多分その流行った時期だよね、2003年とか、うん、なんかアテネ五輪の時に阿部ちゃんとかもやってて、ね、それの真似してたの、それの谷は多分真似してた、いや、やべえやついんなと思ってでそっからなんか今の、キャプテンというか想像つかないですけど、いやでも一緒のチームになった時に、まあ、キャプテン誌もありますし、まあ、1個下ですけど、まあ、そんなに感じさせないというか、人間性も素晴らしいですし、まあ、この年まで僕のあさっき言いましたけど1個下でこの年までやってるのすごいし、それ1個のチームでやるっていうのは本当にすごいなと、やっぱ移籍の誘惑だったりいろんな話がある中で、多分谷も何回もあったと思うんですけど、そのレイソル愛というか1チームで貫き通したっていうのは本当に選手としてもすごいなと思うんですけど、何より僕が一番彼がすごいと思うのは、あの飯食って、まあ、よくお酒も飲んだりしたんですけど、うん、テキーラを飲んで一回潰れた時があるんですよ。単に酒強いんですよ、うん、あんまり酔わないんですよ。で自分のちゃんとこれまでだなっていうのをセーブできるし、まあ、僕はできないんですけど、はい、できない世代かもしれない、はい、なんですけど、谷が一回だけ誕生日かなんかでテキーラを飲んで潰れたんですけど、でももうパッて見たら谷がいなくて、なんか地下のお店だったんですけど、うん、谷がいないと思って探しに行ったら、なんか階段で明日のジョーみたいにこんなんなって誰にも見せないんですよ、なんかそういう酔っ払ってる姿とかなるほど、はい、
ここまでかっこいいかお前はと、はい、そこが一番かっこよかったそこがね、はい、それかっこいいポイントなのそれ。かっこいいよ、もう俺あの景色忘れない、下から上見てなんかライト当たっててこんなんなってかっこよかったね。はい、はい、クラちゃんどうですか。谷ですか、うん、谷はですね、まあ結構プライベートもよく飲み行ったりとかしてたんですけど、まあ皆さんが思い描いてるような人だと思わせておきますそんな仲良くなかったですか谷、うん、谷はね毎週のように遊びには行ってた。めちゃめちゃ仲良かったよね、うん、谷さん。それこそ2日前に谷が福岡いて、で谷と飯食って、うん、お疲れっつったら、あいつ年下なのにですねめっちゃ生意気なんですよもう敬語とか使わないですしね。でもなんですかね、やっぱでもなんかやっぱすごいですよね、やっぱりすごい、うん、本当なんて言ったらいいのか、なんか人が集まるしなんか要領いいっていうか、なんかこううまくやってるんです、何でも。そうそう、はい、なんかね敬語とかあんま使わないんですよね。だけど意外、そうそうそう、うん、だけど全然嫌な気分しないっていうね、なんでしょうねあれね、なんでしょうね、ね上手なんです、だからだから谷はね何やっても多分何やってもうまいことやってけると思います、うん、はい、変なことは言いませんいかがですか。そうですね、今回引退する前に僕に LINE 送ってくれて、ヨハさんって、まあ、今シーズンで引退することになりましたって、なんかヨハさんと一緒にプレーできてなんかすごく良かったですみたいなこと、あれちょっと待って LINE 来た人来てないですね、来てない、あれ来てないでしょ、来てない、来てないんだけど来てない真ん中さんに来てない、来てないよ、誰が来てないですか。誰が来てない？ライン来ましたよ。来た。あれ来てない？ライン来てない。ライン来てない3人？ラインは来てない。で、あ、電話か。電話はしたけど。俺からしたけど。ライン来て、はい。なんかすごくやっぱりそういうところを見て もう僕も普段連絡も取り合ってなかったんで、2012で僕も移籍して、もう本当10年ぐらいかな、それほど連絡も取り合ってなかったんですけど、うん、そんなわざわざ連絡してくれて、そんなメッセージも送ってくれて、あ、やっぱりすごいキャプテンだったんだなっていうのは感じましたし、はい、で、まあ、谷の印象としてはそんなにまあキャプテンだからといって暑苦しくもなく、うん、なんかこう、まあ、スマートな感じで、まあ、ひょうひょうとした感じで本当にバランス感覚があって、まあ、でも締めるところは締めて、なんかすごいいい選手だったなっていうのは感じます。で、柏で20年をプレーして、なんかまあ20年同じチームでプレーした谷もすごいんですけど、やっぱりなんかこうそう思わせた、やっぱりクラブもサポーターの皆さんもやっぱりすごいなっていうのを思うので、なんかそういうこうレジェンドが。ね、この柏レイソルというクラブが出たことをこう本当に皆さんもなんか誇りに、まあ、思っていると思うんですけど、もっと誇りに思ってもいいのかなっていうふうに思います。はい、ね、素晴らしいですよね。あき褒めすぎでしょ、ちょっと。え、褒めすぎじゃない？あのちょっと LINE 来た人と来てない人が何が違ったのか今度聞いてみましょうかね。ちょっとね、クラさん聞いてみたら一番仲いいから聞いてみる、うんあれだけうるせえよで終わるか。うるせえよ。